そうなの。あ、サチコとはどうなった？あの、あれでしょ、スズメの戸締まりでしょ。サチコってあれでしょ、加藤純一嫁でしょ。あのさ、さっき話してたんだけど、私今 Vlog の滞納してて、ちょっとこのまま行くと村主に怒られそうなのってぐらい編集サボってたのね。サボってたっていうか下手くそすぎて、機械落ちすぎて時間がかかってたんだけど、でだから今日泣きながら一生懸命編集してた。その状態でさ、ジャルにさ、おい加藤嫁の連絡先教えろやって言ったらさ絶対怒られるじゃん絶対怒られる。だから私は今日やるべきことを全部終わらせた。明日聞こうと思う。今日全部出した Vlog、 私任せて。今日ムラッシュに何も言われないように全部 Vlog を出したの。今週分も来週分も出したの。偉いから、これでやっと悪い子じゃないから。私やっと聞いても多分怒られない。ちょっと明日聞く。これは覚悟を決めて明日私は加藤さんの妻の幸子さんの連絡先いただけますかってジャルジーに明日相談するの。そう、まあ、ドキドキするまずジャルジーのその関門関門あって、それを超えて多分加藤純一に許可取りがあって、その先にいるから真相の霊場のごとく、もうたくさんドアがある私たちを隔てる壁がいくつもあるの。ああ、いやでもうち頑張る。あ、そうでもさ、そうベトナムなんだよな。みんな時差どんぐらいあるの？ベトナムと日本って全然連絡つかないみんなと今何時ベトナム？困るんだよな、みんな多分寝てるんだよ。あ、2時間なの？じゃあ何？全然連絡つかない。なんかね、既読はつくの。既読は全部ついてるの。編集しました、よろしくお願いしますって全部ついてるんだけど編集がないのね私既読無視が一番嫌いなの。もうこの世で一番嫌い。え、お前には返信する価値もないってこと？そんな読んだのに無視するのってやんじゃんよねえ。なんか返信もうスタンプ1個でいいんだよ。 OK とかでいいから。え、何ベトナム忙しいのかな、ずっと設営してんのかな。このままじゃ検品やんじゃうんだけど、多分ね2日後ぐらいに全然連絡つかなかったら電話までしちゃうと思う。ジャルにジャルジーねえねえねえ、なんで返信くれないんですか。警備ずっと待ってるんだけど、で何してるんですか。病んじゃいます何してねえ、スタンプだけでいいんです。やだよもう。でも既読無視が一番嫌いだよあれ。まあマジみんなカジノしてんのかな。え、そう、なんかベトナムのカジノ行って撮影してるっていうのは聞いてた。みんなで行くっていうのはジャルジーとかネジからの話は聞いてたから、まあしてるんだけどスタンプ1個ぐらいよこしてほしい。なんなの、なんなのこれ。2時間、え、そっか、でも送っても届くのに時差で2時間かかる。いや既読すぐついたよ。いや騙されない、ちょっと待って。いや既読、いや嘘だ、そうだそうだよ。なんなら私自信がある。これ違う、お前ら嘘をついている大丈夫。なぜなら私がケンピチャンネルラインっていうのがあるの。9人ぐらい入ってる、まあ、いろんな人、編集する人とか、まあ、あとはなんか長谷川さんとか、まあ、いろんな人がいる。ピザの人とか9人いて、私はギガファイル便でこちら Vlog できましたって送った瞬間に既読1ついたんだよ。いつもさ、ケンピライングループ、その9人のうち誰か知らないんだけど秒でつくのね。誰なんだろうねあれ怖いんだけど、出待ちされてるぐらいの気持ち、ずっと開いてるぐらいの気持ち、いつも絶対位置つく。あれ誰なんだろうな。でもね、返信ないの。うん、既読だけしかつかない。誰だよ。ネジ